この試合はペーパービューのみなのですか、地上波とも交渉はしていますか。いずれにしても M アップさんとの取り組みっていうのは今年の年明けからずっと話をしてて、我々とすると、脱地上波宣言とは言わないですけど、地上波をうまくコンバインしながら、やっぱりこう今後の格闘技のビジネスでもペーパービューっていうかネット配信の中でのビジネスモデルにするしかもないんですね。これはお金がもう地上波の放映権についてこれないんで、だからボクシングの試合もみんなアマゾンプライムさんに行ったりダゾーンに行ったり、そういうのがもう世界の潮流で、日本はそれ乗り遅れてる、どっちかというと。でようやく M アップさんという野心的なパートナーが見つかったんで、我々としては本格的なライブ配信をして、そこでペーパービューでビジネスモデルをきちっと、収益モデルを立てて、それが選手たちもきちっと還元されていく、そういうことにならないと、メイウェザーのように何百億も1試合で稼ぐって、これたくさんの人たちにネットっていうかペーパービューっていうモデルを使って配信して、その中で売り上げを上げるっていうモデルができてるんで、だからそういう意味では僕はミクル選手とメイウェザーの試合はこれはもう完全にクローズドの中でペーパービューをで見てもらうっていう試合、イベントにしたいと、そう思ってます。このライジンがこうファイトパスをサービスを始めるということに関して、朝倉選手の意見は聞かせてもらってもよろしいですか。これに関しては僕も YouTube で話したんですけど、賛成というか、なんだろうな、格闘技の選手がやっぱ潤っていく世界を作るべきだと思うので、この試みはすごい素晴らしいなと思ってて、今までは地上波で試合を配信してたと思うんですけど、無料配信してたと思うんですけど、地上波も大きな力を持ってるから、CM とかは出した方がいいんじゃないかなと思ってます。